本日のお題はこちら。皆様、明けましておめでとうございます。さて、今回は変な生き物動画第15回、予告通り、キングギドラシリス、について扱っていきます。確か、前回の動画で、これは特殊だから別に動画にする、と言っていた件よね。そうそう、キングギドラシリス含むシリス科は、生き物としてかなり特殊だから、別に動画にする必要があったんですよ。なあ、ウプ主、これネーミング大丈夫なのか？東方に怒られたりはしないのか？別に商用利用しているわけじゃないし、大丈夫なんじゃないかな。他にも動物そのものではないけど、ソニック、ヘッジホッグ遺伝子、とか、ピカチュリン、という名前のついたタンパク質とかあるし。というか、アメリカでは国内で新種が見つかるたびに大統領の名前とかつけてるし。まあ、ポケモン遺伝子みたいに、ガンを誘発する遺伝子、でイメージが悪いとしてクレームがついて、名前を変更した事例もあるけど。去年はテネシー州で発見された新種のヤスデニテイラー、スウィフトとかつけてるし。アメリカは自由の国すぎるんだぜ。まあとりあえずクレームが来ない限りは問題なさそうってことね。それじゃあそろそろ本編へ行きます。では、まず前回あまり説明できなかった、誤解を含む関係動物についてなのだけど、以前も説明したように、あまりにも種類が多すぎて生活環境も性質も様々で、全部を総括なんて無理なんですよ。じゃあ何を説明するんだ？なので、大雑把に、関係動物はこんな生き物、ってことを紹介するにとどめるよ。で、まずは関係動物とは何かについてなのだけど、以前も紹介した、関係動物門の工事系統に関する概説、によると、1990年代頃までは関係動物はムカデなどの節足動物と近縁と考えられていたらしいのね。でも遺伝子解析の技術が進み、いろいろ調べていった結果分かったのは、関係動物は間林動物と近縁ってことだったのね。あまり聞かない名前だけど、間林動物って？間林動物には大きく分けて3種類あって、一つは今回紹介する関係動物、他に軟体動物、つまりイカやタコ、貝、ウミウシ、ナメクジなんかが含まれているね。あともう一つが変形動物と呼ばれる分類で、KGB こと公害ビル3やプラナリア、サナダムシなどが含まれているね。誤解ってイカやタコの親戚なのか。すっごく遠縁のね。何せ分岐したのはカンブリア紀、約5億4200万年前から約4億8830万年前、みたいだし。ああ、そういえば前回の動画でカンブリア紀の関係動物の化石を紹介していたわね。ちなみに、同じく関係動物で身近な存在というと、ミミズとヒルがいるね。ただミミズやヒルは関係動物門環体類という分類で、ダモー類の、誤解、とはちょっと遠いみたいだけどね。やっと本題か。それで、本題のキングギドラシリスなんだけど、これは関係動物誤解亜目シリス科に分類される種で。実は釣りなどで使われるいわゆる、誤解、とは、他の関係動物よりもかなり、近い、種なんだよ。まあ、この分岐、している部分を除けばいわゆる関係動物ではあるわよね。というか、シリス科ってみんなこんな姿なの？そういうわけではなくて、現在確認されているのは3種、こちらの100年くらい前にアジア地域で発見され、以後発見がなかったのだけど、2005年に相模湾で再発見された唐草シリス。ちょっと待て、なんだこの絡まりすぎた毛糸みたいな物体は。画像にもあるように、これで1個体で、深海性の海面の中に住み着いているそうなのね。あとは、近年になってオーストラリアのダーウィン近海で発見された、ラミシリス、マルチカウダタ、という種がいるね。そしてもう一つが今回紹介するキングギドラシリスで、2022年に佐渡南部の宿根木という場所で、東京大学とドイツ、ゲッティンゲン大学を中心とした国際研究チームが発見したそうなのね。で、体が唐草シリスより短いため、分岐していない頭部や胴体部分のみを海面内部に突っ込み、分岐部分は大量に張り付いているそうな。そうして海面から栄養を得ているようなのだけど、残り2種が深海で発見されているのに対して、キングギドラシリスだけは水深数十メートルの比較的、浅瀬、で発見されているそうな。で、よくわからないのが、東京大学とか新潟大学のページを読むと、
海面の中に共生し、となっているけど、共生って双方に利得がある場合に使われる言葉だけど、海面側にどんな利得があるのかはちょっとわからなかったよ。というか、海面の体内に頭が入り込んでいるってことは、海面から栄養を奪っているってこと？海面って内臓を持っていなくて、多孔質の体に海水を取り込んで、浮遊物をこし取って吸収するろ過接触を行っているから、その、おこぼれ、をもらっているってことじゃないかな。というか、海面って大半が体内で微生物と共生していて、中には体積の4割が微生物なんて事例もあるから、海面にはそれで何かしらの利益があるんだろうね。まあ、とりあえず研究で、共生、としているのなら、何か利益はあるってことだな。で、最も重要なのがこの体の分岐で、海面などの含まれる海綿動物や、クラゲなどの含まれる四方動物以外は、左右対称動物、と呼ばれていて、体の真ん中を基準に左右対称に育っていくものなのだけど、見ての通りキングギドラシリスなどのシリス科3種はその前提が成り立っていないんですよ。一応この種も左右対称動物よね？そこが謎ってことか？貴重な研究対象ではあるのだけど、実は体が分岐する理由自体はわかっているんですよ。というと？これには、130種以上いるシリス科のいくつかの種で見られる生態が関わっていて、繁殖期になるとこれらの種はストロナイゼーションといって、体の後端部分の剛毛や筋肉、生殖腺が発達、さらに脳と目が新たに発生し、本体から切り離される、ストロン、と呼ばれる遊泳個体が出来上がり、それが繁殖活動を行うんですよ。子供を産むんじゃなくて繁殖用の分身を産むってことか？体の末端部分が分離するだけだから、産む、というより分裂かな。ああそうか、本体は文字通り海面に埋まっていて移動できないから、より確実に子孫を残すため、異性の近くまで行く仕組みが必要なのね。水産無脊椎動物研究所のページに図があったので、どんな感じになるかはこれでイメージしてもらうといいよ。ちょっと疑問なんだが、さっきシリス科の一部の種って言ったがこの、ストロン、ができる種はみんな海面の内部で生活しているのか？それはちょっとわからなかったけど、体が分岐しない種でもこんな形をしていて、泳いだり歩いたりするのに適していなくて、しがみつくことしかできないっぽいんだよね。ストロンのみ剛毛が遊泳できるよう発達するみたいだし、海面ではなくても、何かしらに共生や寄生をしていたり、岩などに張り付いたりしているパターンがほとんどじゃないかな。ああ、そうか。だからキングギドラシリスとかは、体の末端部分を、増やす、ことで、能動的に動けるストロンの確実性をより高めたってことね。そう、他のシリス科は繁殖期に一度に一回のストロンしか放てないからね。一見すると奇妙極まりないキングギドラシリスだが、そういう形をしている、理由、はちゃんとあるってことか。そういうこと。そんなわけで今回の本編はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れー。というか、今回は意外と早く投稿したな。まあ、一応本来の予定ではもう一本とおまけ一本を予定していたのだけど、そっちは諸事情で次回持ち越しになったけどね。おまけって？次回予定している内容って、微妙にオカルトネタと関係していて、それを本編で扱うのもどうかと考えたので、別におまけで紹介しようかなと。宇宙生物か？未確認生物か？いや、そういうのじゃないから。その生物ってまだはっきりと解明していない謎があって、そこに意味もわからず昔のオカルト関係者が食いついた結果話が明後日の方向に進んで、ネタ元の生物そっちのけで有名オカルトネタにまで発展したって事例だから、ここまで話せば、ピンとくる人もいるんじゃないかな。マリサが喜びそうなネタね。ワクワクだぜ。そんなわけで今回はここで終わります。またいつかー。